はい皆さんこんにちは。ただいまよりエコノミスト森田隆二の経済会計キーワード解説第4回目の講義を開始いたします。えー、よろしくお願いいたします。はい、えー、本日ですね第4回目ということになりますがあまず画面の方ね切り替えさせていただきますけれども、えー、本日のテーマはですね TPP になります。 まあ、あの2017年のです、ね、11月に大筋が合意されましてです、ね、そして2018年の3月にです、ねえー、署名式が行われて、えー、そしてさらに4月に入ってまた TPP 絡みで動きがあったということで、えー、本日です、ね、テーマとして、えー、選ばせていただきましたでは、どんな動きがあったのかということなんですがあアメリカが、ね、TPP 復帰かという、ね、そういった、ね、動きがちょっと出てきているんですね。 えーまあ、2017年1月20日なんですけどもお、まあ、トランプ大統領が就任した時にです、ね、トランプ大統領は、えーまあ、TPP ですね離脱を表明したわけなんですよねですから、まあ、TPP からですね、まあ、アメリカという、まあ、超大国がです、ね、出ていくということで、まあ、非常にそういった意味ではあ、まあ、大きな打撃を受け,、えー、受けたということなんですけども、まあ、そのアメリカがですねまた入っちゃおうかなという動きをです、ね、ちらつかせているということ なんですねで、えー まあ、具体的にはですね、2018年ですね、2018年のついこの間の4月12日なんですけれどもトランプ米大統領共和党議員らとの会合で TPP 復帰に向けた条件を検討するようアメリカのです、ね、通商代表部、まあ、USTR に指示、ね、をしたんだということですね、まあ、2018年の,あの4月ですね、えー、またちょっと入るのもちょっと一つの選択肢なのかなということで、えー、復帰に向けたですね 条件を検討するようにという指示を、ね、出したということで、まあ、また動きが出てきたということでありましてでしたがいましてね TPP ってちょっともう一度この言葉ばを、ね、しっかりと見ておく価値があるかなということで私の方で今回、ね、お話しさせていただくということなんですけどね。 ではです、ね、なぜ今更です、ね、アメリカが、ね、TPP にもうあの、えー、復帰しようかと言い出しているのかというとです、ねえー、やっぱり狙いはこちらになるのかなというふうふに思いますねトランプ大統領の中間選挙対策ということでありましてです、ねまあ、アメリカの中間選挙というのがありまして大統領選挙と大統領選挙の間に中間選挙というのがあるんですけれども、えーまあ、そこの中間選挙で トランプ大統領を率いるです、ね、共和党が勝つための,その対策といたしまして、ねえー、まあ今更ながらということなのかもしれませんが TPP 復帰をちょっと、ねえー、示唆しているということですねおそ、まあ、らくないのかなとも思うんですけどが、まあ、今後の動きをねちょっと見ていきたいかなという,ふうに思いますが、えー、まあこの中間選挙対策具体的にはこれなんですね、まあ、支持基盤の農業団体の票が欲しいということなんですよね。 トランプ大統領がですね、大統領選で勝利した州の大半がですね、農業,農業,を、ね、農業が強い、ね、州なんですね。ですからトランプ大統領といたしましてはですね、その農家の方々に対してのメッセージアピールっていうのをしっかりとやる必要があると今回のその TPP 復帰示唆というのはですね、やっぱりその農,農業の方々のですね、アメリカの、ね、農家の方々へのアピールの一つかなということですね。 じゃあ、農業団体の方々はですね、何を懸念しているんでしょうかということなんですけどもアメリカ抜きでですね、この TPP がですね、発行されてしまいますとですね、アメリカの農産品が非常に不利な状況に追い込まれてしまうということでありまして、えー、まあ従いましてね、農業団体からは市場を失ってしまうんだと。 アメリカとしては、農産品を売っ払う市場を失ってしまうと、まあ、そういった苦情が噴出、ね、紛失多発しているということなんですよね。 アメリカという国はですね、まあ、食料自給率が130%ほどありましてですね、まあ、100%を超えているということはああの、えー、作りすぎちゃった分は外国に売っているということでありますから、まあ、農業輸出国になるわけですね。で我が国は逆にですね、まあ、食料自給率が38%ということで40%を切っているということで、まあ、先進国の中でも圧倒的に低い、ね、数字なんですけどもそういった意味ではアメリカと日本というのは真逆なわけなんですがこの TPP からアメリカが離脱してしまったということで、まあ、TPP は 十一ば11で国のです、ね、集まりなんですけれども、まあ、そこで,です、ね、かなりまあ自由貿易がなされるということなんですけれどもアメリカが例えば日本とかオーストラリアとかいろんなところで商売する際にです、ね、アメリカからのものには、まあ、関税がかかり、えー、そ,れそれに対してまあ例えば日本あのオーストラリアから日本にです、ねまあ、牛肉が例えば入ってくるならばそれは非常にまあ税金が低く入ってくるということで、まあ、アメリカとしては非常にです、ね、売るのが大変な状況になってしまうということで、えー、これはどうなう。 なんとかしてくれよということでですね、まあ、トランあのそういうまあ苦情が噴出してますんでね、まあ、トランプさんが動き出したということなんですよね。 まあやっぱりりアメリカのの牛肉っていうのも結構、まあ,、うん、ありますよね、まあ、例えば吉野家の牛丼であればアメリカ産の牛肉を使っているということなんですけども、まあこれからですね TPP が動き出しますと、まあとで具体的にちょっと数字は申し上げますけどオーストラリア産の牛肉の方が安くなってしまうということですから関税の,、ねえー、割あの率が非常にオーストラリアの方が低くなってしまうということで、まあ、そういった意味ではアメリカの牛肉が今後も日本のマーケットで受け入れられるのかということで、まあ、そういった意味であのアメリカの 農家の方々はですね、農業従事者の方々はあの農業とか、ね、畜産の従事者の方々は結構ね、えーまあ、なんとかしてくれという声を上げているということなんでしょうね。で、まあ、こういうことがありましたと。 では、えー、そもそも TPP とは何でしょうかということなんですが TPP というのは日本語で環太平洋経済連携協定というふうに言いましてですね、まあ、あの英語で言いますとですねトランスパシフィック・ストラテジック・エコノミック・パートナーシップ・アグリーメントというふうに言いまして環、えーまあ、太平洋経済連携協定というふうに言うんですねアグリーメントというのはちなみに協定ということなんですけども、まあ、協定というのは条約の一種というふうに言われたりするんですけども大体条約とざっくり言って まあ大体条約と同じというふうに捉えていただければと思いますね。ね でえーまあ、この TPP のポイントなんですけどね、ねまず、環太平洋の国、ないしは地域,の、ねえー、地域で構成されるということになりまして、えー、そして、まあ、EPA の一種であると、EPA の具体例の一つであるとういうことですね、EPA というのはこれからちょっと見ていきますが、経済連携協定の、ですね、まあ、というふうに訳すう、まあの、そういったものなんですね、EPA ですねで。ここで注意していただきたいのは、これからまたちょっとあのお話しさせていただきますが、 FTA ではないということですね、EPA なんだと、TPP っていうのは EPA の1つなんだってことですね、で加盟国は11カ国いまして、ですね GDP が約1000兆円ということでありまして、まあ、世界の約10%に該当するんだということですね。 これね、アメリカがもし、ね、この TPP に入っていればですね、世界の GDP の4割ですよ40%だ,とだったということでアメリカの GDP というのはやっぱり巨大でね、えーまあ、日本の GDP が約500兆円とよく言われますけども、まあ、それのですね、えー、4倍ですね、まあ、大体、まあ、2000兆円、えー、あるということですね中国はちなみに1200兆円ぐらいですかね。えー、ありましてね、えーまあ、日本は世界第3位の国であるということなんですけどもアメリカの GDP というのは巨大ですからね。もしアメリカが入っていればこの TPP TPP、アメリカが入っていれば12カ国になるわけなんですけども、4000兆円のね、えー、ごめんなさい、3000兆円か、GDP3000 兆円、まあ、つまり世界の GDP の約4割であったということなんですよね。 でではですね、そもそも FTA とは違うということなんですけど、FTA って何でしょうということなんですが FTA というのはですね、自由貿易協定というふうに訳しましてですね、フリー・トレード・アグリーメントというふうに言うものなんですねで目的はですね、これあの自由貿易協定というぐらいですからね、自由貿易が目的なんですで具体的に言うとこうですね、物、まあ、つまり財・サービスですね、の移動を自由にしましょうというのが、まあ、FTA の目指すところであると。 でまあ、2国間ないしは多国間という、まあ、そういった、ねえー、協定ですね。でまあ、より具体的に言うとこれですね関税とか輸入数量割当などを削減したりだとかですねもう撤廃すると、まあ、自由貿易を推し進めるんだというのがこの自由貿易協定 FTA フリー・トレード・アグリーメントというものなんですね。 TPP というのはこの FTA とは若干違うという、えーえー、ことを押さえておいていただければと思いますね、えー、FTA よりもより突っ込んでいるうそういったものが TPP なんですじゃあより具体的に申し上げますとですね、えー、EPA という言葉も覚えておかなければいけないんですけれども EPA というのは経済連携協定というふうに言いましてですねエコノミック・パートナーシップ・アグリメントというふうに言いまして経済連携協定というふうに言うんですけども えー、こちらはです、ねえー、自由貿易だけじゃないんです、目的とするのは経済連携、これも目的なんです。 先ほどの FTA というのは自由貿易が目的だったということなんですけどもさらにバージョンアップさせて経済連携まで,をも,までも目的としているんだとじゃあ具体的にいきましょうえ自由貿易ということですから先ほどと同様にですね FTA、物、まあ、つまり財・サービスの移動を自由にするという FTA の目的そのまんまもちろん引き継ぐんですけど経済連携ということですからさらに付け加わりましてですね物以外 まあ、例えば投資、えー、あるいは人の移動、ですね、あるいは知的財産、あるいはまあ経,済を、えー、経済活動のルールですね、えー、こういった分野で、まあ、しっかりと連携を強化しましょうという、ね、そこまで、えー、踏み込んでいる、そういった協定がですね、EPA なんですね。で、すかね。えーまあ、FTA と同じなんですけど、二国間ないしは多国間であると。 ですから、まあ、TPP というのはこの EPA のです、ね、一つの具体例、環太平洋バージョンというふうに捉えることができるのかなというお話なんですよね。よろしいですかね、まあ、あの EPA と FTA ということで FTA をより一歩進めたものであると、これが、uh, EPA であると、でその EPA の一つの具体例が TPP であると、まあ、そういうふうに押さえておいていただければ間違いがないのかなと思いますね。では えー、TPP の加盟国ですね、どんな国が加盟してるんでしょうかということなんですけれども、えー、まず、現加盟国というのがありまして、ですね4カ国あるんですよ、まあ、ちょっとね、えーまあ、あんまりパッとしないといったら、まあ失礼ね、失礼になるのかもしれませんけれどもあの、そういう国々がまず、構成コロナの後遺症いらっしゃいます響で、えー、シンガポール、それからブルネイチリ、ニュージーランドと、これが現加盟国ですね、えーまあ、TPP の現加盟国ですよと。 でさらに、まあ、その他の加盟国といたしましてですねオーストラリアが入りカナダが入り日本が入りマレーシアが入りメキシコが入りペルーが入りベトナムが入ったということになるわけなんですよね。 でまあトランプ大統領によりアメリカ離脱ということで、だからトランプ大統領じゃなくて、ですねまあ例えばまあおそらくクリントンさんであれば、ですね TPP にまあ tpp からの離脱というのはおそらくなかったでしょうから、あまあそういった意味ではね、えー、まあうんもう1か国、トランプさんじゃなければね、アメリカが入ってたと、だからアメリカが、あのー、このね TPP に入るということで、えー、じゃあ、俺も入っておいた方がいいかなということで、まあ、うん。 その TPP の加盟国が増えたということの一つの事実なんですけどもそのアメリカが抜けちゃったということですよねでここでねちょっとお気づきの方いらっしゃ,いますいらっしゃるかもしれませんけど、ね、中国が入っていません中国が入ってないこれは単なる偶然じゃないんです、ね、中国が入ってないこれは単なる偶然じゃなくてですね、まあ、これ言ってしまえば TPP っていうのは中国包囲網の、まあ、一つの、ね、形態というふうに捉えることができるのかなというふうに、えーまあ、私は考えているんですよね、まあ、例えばですね えー、シンガポールあるいはブルネイですね。 あるいは、えー、とベトナムなんですけどもあの南シナ海のですね領有権の問題でですね中国と揉めてるんですね対立してるんですねですからその南シナ海の領有権問題の対立っていうのがありましてここに中国は入れたくないかなというふうに、まあ、例えばシンガポールブルネイベトナムなんかは思ってるということですねやっぱりね中国って巨大な国ですからね先ほど申し上げましたように、まあ、GDP でいうと日本円でいうと大体約ざっくりと言って1200兆円ですよ、まあ、日本の2倍以上 GDP があるということですから 日本だってやり合うのはもう今や大変な国ですよねアメリカだってそろそろやばいかもしれないというような国ですよ。それが中国 それがですねシンガポールだとかブルネイだとかですねあるいはベトナム、こうやっぱり一対一で戦うとしたら非常にもうこれは難しい、あるいは無理だと、ねえー、ジャイアントとのび太が喧嘩するようなもんですからねあるいはあの、ま、あのちょっと古い話ですけどマイク・タイソンとですね、えー、例えばああの、えー、ボクシングのねようやくプロテスト合格した人が戦うようなそんな感じですよ、えー、中国とねあのそういったあの小さい国が戦うってことねですから一対一で戦ったら絶対負けてしまうということで じゃあちょっとねグループを組んでそれは中国とっていうねそういうまあスタンスがあるんですね、まあ、それがまあ例えば中国包囲網ということでありましてそれの一つの形態が TPP なのかなというふうに私は捉えてるんですけども、まあ、一対一だと喧嘩で負けるからということでちょっとね、えー、まあグループを組んでそれでまあ交渉するというそういうことなんでしょうかねで、えーまああのー、これもありますよね。 えー、WTO というのがあるんですけども、なんで WTO って最近出てこないのかなと、まあ、ここもねちょっとねあの気になっている方もいらっしゃるかなということで、えー、お話しさせていただきますけど、えー、WTO というのは、世界貿易機関ということで、ワールド・トレードオーガナイゼーションということでありまして、ですね、まあ、自由貿易を目的とした国際機関なんですね。 これというのはですね、1995年にまあ成立していたしましたけど、GATT というのがあったんですよ、関税と貿易に関する一般協定というのがありまして、その一般協定をまあよりバージョンアップさせて国際機関にしたものを、ですねこの WTO と、世界貿易機関というふうに言うんですね、で、まあ、自由貿易を推進するということなんですけども、じゃあ、なんで WTO が、えーしゅえーまあ、ぐいぐいね、自由貿易を引っ張っていかないんだと、環太平洋で自由貿易をやろうというのが TPP ですけども、なんで、 世界貿易機関が、ね、もう世界中で自由貿易ができるようにしようとしないのかということなんですけど、まあ、それは一つの、ね、理由があるんですね、でその前にですねちょっとこれだけ申し上げておきますけど加盟国とか地域なんですけど164か国、ないしは地域が、まあ、この WTO に参加してるんですけれどもこうなんです、理由は。なぜ WTO じゃないのかというとこれなんです先進国と新興国の対立ですね、それで WTO がですね機能不全になっちゃってるっていうことなんですね。 今申し上げましたけど164のですね、まあ、国ないしは地域が WTO に入っているということですからやっぱりなかなか、うんあのー、まとまらないとね合意に至れないと、まあ、そういったことなんですよね。ですから、まあ、なかなからななやっぱりねこの こ言いますとですね、まあ利害対立っていうのがありますよね。まあやっぱりまあ例えば先進国だったらまあ車とかですね、あるいはまあ電気製品っていうんですか、まあそういったものをまあ関税率を低くしてほしいということでしょうし、あるいは新興国であればですね、農産品をですね関税を低くしてほしいということで、まあ結構やっぱり利害が一致しないということでなかなかあのまとまらないっていうのがあるんですよね。まあ従いましてねまあ機能不全になっちゃってるということで。 まあしたがって FTA とか EPA が WTO の,のですね機能不全を保管しているという,ねそ,ういった関係そういった状況に今なっているんですよね。 FTA、EPA ということで、まあ、これは地域でね、えー、まあ、ある地域でですね、自由貿易をやっちゃおうというね、ざっくりといえば、そういったことでありまして、まあ、比較的利害対立がないような、まあ、利害が一致するようなですね、国をグループとして、それで、まあ、自由貿易を始めようやと、ね、いきなり世界で、用意どんって自由貿易やるのは難しいから、俺たちはあまり利害対立し,、えー、してないと、利害結構一致してるじゃないと、じゃあ俺たちだけで、まず自由貿易やっちゃうかと、まあ、いうことで、FTA とか EPA がですね、えー、最近、まあ、 広がってきてきいるととうことなんですねだから WTO の機能不全というのが大きいいのかなととうことですねで、まあ、日本の生育、TPP 重要5品目というのがあるんですけれども、えー、まず米ですね、えー、まあお米はもう昔は、ね、一粒たりとも日本には、ね、外国から入れんということだったんですけれども最近ではです、ね、ミニマムアクセスということで77万トンですかね、えー、まあ日本に入ってきているということなんですけども関税率は非常に高いですね、後でちょっと述べますけどね。 それからまあ、えー、麦ですね、それから牛肉豚肉これなんかもおまあ結構税関税かけてますよと、でそれから、えー、乳製品砂糖きびなどのおまあ砂糖の原料と、まあとまこの五つですねこれがまあ日本の正規ということでまあこの五つに関してはですねまあちょっとまだあの自国ちょっとできないんだけどねとまだちょっと関税かけさせてくださいねとまあそういうふうにまあ主張しているものなんですねで。 まあ具体的にいきましょう。まあ、例えば牛肉なんですけども、関税率が三十八点五パーセントからですね。十六年目 tpp が動き出してから16年、十六年目ですね。九パーセントと、ね。牛肉の関税率が十六年目には九パーセントになりますよというね。そういった意味合いなんですね。まあ、tpp が動き出してからですね。一年目にはですね。二十七点五パーセントになります。えー、牛肉がですね。ですから、アメリカ産の牛肉は三十八点五パーセントで入っていくるんですよ。 で tpp がですね、動き出してからはですね、二十七パーセント tpp 亀国から牛肉を買うと。二十七点五パーセントで入っていくんですよ。多い約十パーセント関税率違うわけですね。それが毎年毎年関税率が下がっていくんですよ。ですから、アメリカとしてはですね、今日本に。 牛肉を売っ払ってるわけですよ例えば吉野家ですよ、吉野家はアメリカ産の牛肉買ってるわけですからね、でこれがですね、えーまあ、ひょっとしたら、えー、オーストラリアの方が、えー、関税率10%安いと、しかも毎年毎年下がっていくと、ね、TPP が動き出してから16年目には9%になると、10%切っちゃうということであれば、じゃあ、アメリカの牛肉やめとこうかなと、えー、オーストラリアの方に切り替えようかなというふうな企業がもっともっと出てくるかもしれないということで、アメリカといたしましてはね、 ちょっと勘弁してくれよと、TPP 離脱、トランプさんがして、ですね俺たちね、マーケットを失うかもしれないんだと、なんとかしてくれよと、まあ、そういったね、まあ、不満がアメリカで噴出しておりまして、でそれがまあ先ほどね、私が申し上げた、まあ、トランプさんの TPP、ね、ちょっともう一回、ちょっと入る,入るかもしれない,ないから検討しておけということを、まあ、USTR にです、ね、指示を出したという、まあ、そういったところにつながってくるわけなんですよね。 えー、それからですねまぁ、あ、例えば米なんですけど米はですね関税1キログラム、えー、の1キロ関税米は関税です、えー、の米の関税ですけども1キログラムあたりですね341円のですね関税をかけますよということで、まあ、例えばオーストラリアさんのですね、えー、あのお米であればですねあの税金なしでですねまぁ、あ、輸入枠を設定して輸入をすると、まあ、当初はですね後、えー、当初は えと当初はですね5.6万トン入れるということで段階的にですね引き下げていくとその無税枠ですね税金かけない無税枠をどん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 拡張していくということで初年度は5.6万トンあの税金なしでオーストラリアから買うよということですねですから、まあ、オーストラリア産の美味しいですね安いお米が TPP t TP P が動き出してからですね、えーまあ、いろんなところで、まあ、飲食店ですね主にね、えー、食べられるのかなというふうに思いますけどね。 ちなみになんですけども、大体日本はですね本当にざっくりと言ってたんですけど、大体約800万トンですねお米を消費しているということで、お米はもう正規ということでね、今も先ほど申し上げましたけど、77万トン、一応入れてるということなんですけども、かなり税金を高くしておりますし、税金を高くすることによってブロックして日本の農家を守っているということなんですね。 加工品に使うようなお米だったりだとか備蓄用だったりだとか買ったはいいけど他の国に援助としてあげちゃうだとかそういったことをしておりまして77万トンミニマムアクセスといって税金なしで今でも買ってるんですけどもそのうち食用で日本に広がってるのは大体10万トンぐらいですよねだから800万トンぐらい日本人は消費してるわけなんですけどそのうちに大体日本人の口に入ってるのが10万トンぐらいかなということで本当にごめんなさいざっくりなんですけどねぐらいなんですけどもこれからは TPP が動き出す ですねまあ、オーストラリア産のが入ってきたりだとかどん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 増えていくのかなということですね。 でそれからまあこれはあまり関心がない方が多いかもしれませんけど私は結構ねキュウイ毎,毎日食べてますんでちょっと私にとっては関係ありますのでちょっとお話しさせていただければと思いますけど、まあ、キュウイの関税率ですね6.4%今かかっておりますけども0%になると、ね、TPP が動き出してからその年からもう0%でまあ外国のキュウイが日本に入ってくるんだということですね。 まあ、キュウイといえばです、ねまあ、あのニュージーランドの、ね、ゼスプリっていう、ねえー、会社が作ってるまあ会社が提供しているキュウイがありますけども、まあ、私、ね、キュウイ、ねえー、は、ねあのー、何がいいかといったらあのビタミン C が非常に豊富で、ねえーまあ、大体1日1 0 0ムねビタミン C を取るということをするべきらしいんですよね人間はね。ねビタミン C ってなかなかこう蓄積できないということでやっぱ日々取っていくしかないということで、まあ、だから1日1 0 0これと,と,と,とるべきだということで。 でね、そのニュージーランドのゼスプリが提供しているキュウイは、ね、1個で、ね、1日分取れちゃうんですよ、1日分以上のほか、まあの,、まあ他のね、キュウイだったら、えー、1日分まではいかないんですけどそれでもビタミン C が結構豊富なんですけどゼスプリだったり1日分以上のです、ね、1, 1日に取るべき 100mg をです、ね、余裕で超えるぐらいのビタミン C が入っているということで、まあ、私、結構食べたりするんですけど、まあそのね、外国から入ってくるそのキュウイ、えーまあ、ニュージーランドの。 ニュージーランドさんなんかそういうのがですね、えーまあ、TPP にニュージーランド加盟しておりますからしかも現加盟国ですからね TPP、えー、ニュージーランドさんのキュビーが関税率0%で入ってくるということで、まあ、我々消費者にとってもありがたい話かなということですね。 じゃあこの TPP なんですけども、えーまあ、どんな恩恵が得られるのということですね、えー、ちょっとお話しさせていただきますが、あ10年間でですね経済効果なんですけど、約3.2兆円ということです、ね、これ、2013年に安倍政権がですね政府の統一資産ということで出したんですね、まあ、それまではですねやっぱり農水省であるだとか、いろんなところが出してたんですけども、うんなんかこう、数字がねちょっと違ったりしてるんですよね。ねまあ、政府のの統一見解とといいうことでこううここでだっていうのを 安倍政権で出したわけなんですけど、まあ、10年間で3.2兆円の、ね、GDP を押し上げる効果があるんじゃないのかと、まあ、いう、ね、そういった数字を出したとで、まあ、具体的に言えばです、ね、消費が3兆円増えますと、えー、輸出が2.6兆円増えますと、えー、投資が0.5兆円それから輸入は2.9兆円増えるんだということで合わせて、ね、3.2兆円の我が国としてはメリット経済効果があるんですよと GDP 増えますよと10年間でねと。 でまあ、この TPP というのはです、ね、もうアベノミクスの3本の矢というのがありますけども3本の矢の一つ成長戦略の要だというふうふに言われたりするんですね。 まああのアベノミクスというのはあのまあ大胆な金融政策、それから機動的な財政政策、それから民間投資を喚起する成長戦略というこの3本から成り立っている3本の矢という,ふうに言われたりするんですけどこの成長戦略のね要なんじゃないかという,ふうに言われておりましてですねまあやっぱりこのやっぱり我が国のマーケットというのはどん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 ん人口がまあ1億2七八百万人ぐらいですかそれがどん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 ん減ってきているということでマーケットが縮小してきているそして少子高齢化だからそもそもあまり売れない。 自動車なんかは昔なんて700800万台売れてたわけですよしかしながら今はもうね500万台切っちゃう時も出てくると景気が悪い時なんかねなんか中国なんかはもう2000万台とかそれぐらいのマーケットですよですからやっぱりこの日本のマーケットっていうのはこれからどん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 縮小してきてるもう今もう縮小の段階にあるわけですよねでですからやっぱりここの TPP とということで あのやっぱりこう外国に物を売る、ね、そういった、えーまあ、TPP のようなものが、ねえーこううんまあ、協定ですね、まあ、そういったものがあの整ってくるとですね外国での,その商売外国のマーケットに売るという、まあ、一つの,です、ね、そのお客さんを、まあ、あの拡大する、ね、そういったあのツールがあー、ね、整うということであの非常にこうアベノミクスの、ね、成長戦略の要というふうに言われたりもするんですよね。 まあ非常に日本としてはこれから海外を増やしていかなければいけないんですけどおこの TPP というのはそのための重要な一つであるというふうに考えることができるのかなというふうに思いますね。でまあ、しかしということですいいことばっかりじゃないんですよね。 まあ先ほどもちらっと申し上げてますけど農林水産、えー、生産額が三兆円減ってし、えー、3兆円もえ減少してしまうということで、まあ、農家の方々の打撃は大きい、えー、食料自給率はさらに低下するんじゃないですかと。 まあ先ほど申し上げましたけど、まあ、今40%切ってて38%ということでね、TPP が動きだしてからはです、ね、安い外国のです、ね、農産品が入ってくるということですから、まあ、従いましてね、食料自給率が30%切っちゃうよというね、そういった試算もあるんですよね。 でまあ、30%切って日本の食を支えられるのかという、まあ、そういった問題がまあ本当に出てきて、えー、非常にそれにはあの深刻ですよね、これから日本の食というのを本当に真剣に考えていかなきゃいかんのかなというふうふに私なんかは思ってるんですけどね、まあ、アメリカなんかは本当にいいですよね、まあ、先ほど申し上げましたけど食料自給率130%ですからね、30%は余分に作っているから外国に売ると、フランスもそうなんですよ、フランスも大体いい130%ですねで、それからドイツですね、ドイツは大体いい100%ぐらいですかね。 でイギリスが大体、あのーまあ、60%ですよね、食料自給率がね。ですから、まあ、イギリスはヨーロッパの中でちょっと低めですよね、まあ、フランス130、ドイツが100ということで、イギリスは60%ということで低めですけれども、日本はもう40%余裕で切っちゃってるということですから、まあ、だいぶ低いと、TPP が動き出したら30%切っちゃうんじゃないかということで、本当に日本の食は大丈夫かなというふうな、あそういったね、えーまあえー、大丈夫かなというふうに思いますよね。 でえー、さらにですねデフレ圧力っていうのも出てくると。ね あの今、日本銀行の黒田総裁がですね必死にまあ金融緩和政策、まあ大胆な金融緩和、異次元金融緩和、えー、マイナス金利付き、質的・量的金融緩和をですねしてるわけなんですけれども、なかなかですねインフレ率が上がっていかないというね、2%目標で、えー、やってるわけなんですけど、なかなか2%にいかないということなんですよ。で2%を目指してるんですけど、はっきり言ってこの TPP ですね、動き出すと、ですね、えー、2%の目標をさらに遠ざけてしまいます。 これどういうことかというと外国から安いものがバンバン入ってくるわけですよさっきの牛肉だってそうですよねオーストラリアから今まで関税が38.5%かかってたわけですよそれが1年目 27.5%16 年目にはです、ね、何が起こるのか9%で入ってくるわけですよどんどん安いものが入ってくるということですよねですからこれっていうのは物の値段が安くなっちゃうということでデフレ圧力がますますかかってしまうということですねだから今日本銀行はあるいは安倍政権はです、ね、インフレ目標を立ててるわけなんです けどえー、むしろデフレ圧力がです、ね、この TPP によってかかってしまうという、まあ、そこが1、ねまあ、つの、ね、問題点ということなんでしょうけど、ね、ですからまあ黒田総裁としてはまたちょっと胃、ね、が痛い日々が、ね、ちょっと続くのかもしれないですよね、まあ、デ,フレデフレからの脱却というのが安倍政権そして黒田総裁のです、ねまあ、目標ということなんですけども、まあ、TPP はデフレ圧力を上昇させるとデフレ圧力をかけるという、ね、そういったものでもあるんだなということですね。 まあ本日ですね、まあ TPP についてお話しさせていただきましたけれども、今若干ね、話題になってるかなということでありましてですね、私の方でまとめさせていただきました。それではですね、本日の講義ですね、以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした。